というところで、これはですね、しいたけさんのカラー心理学、しいたけさんが長年学んできた色が持つ力から読み解くその人の人生スタイルがこれでわかるよと。で、1、色が複数あっても大丈夫です。質問に答えていくと、多分複数の色が自分に当てはまるっていうこともあるでしょうねと。で、誰でも3色ぐらいは持っているものですと。で、どれが強く出るかっていう、そのカラーの周りにいくつか揺らめくように他のカラーが自分を持ってるよっていうことなんでしょうね。で、矛盾しているって感じても OK って書いてあります、うん、例えばマイペースで落ち着いた水色と賑やかで楽しいことが好きな黄色のカラーが同時に出ている人は、一見どっちと思ってしまうかもしれませんが、うん、その場合はどっちも自分、うん、どっちもある、椎茸さんがその辺がねそれでいいんですねって、うん、はい、どっちも自分って考えて OK だと、うん、自分は相反する性格を持ち、うん、環境や付き合う相手によって、うん、どれが引き出されてくるのかがケースバイケースによってありますよねって、うんうん、だからちょっと矛盾するカラーだと思っても、まあ、自分の中にそんなカラーがあるんだなって思ってくれれば OK ですと、うんうん、でまた時間が経つと、うん、その色が変わってくることもあると、うんうん、まあ、MBTI とかエニアグラムでもありますね、はい、タイプは変わるんですかって、うん、あっちは変わらないって言ってます。変わらないって言ってます。あ、変わらないっていうか、はい、元々のところを指してますって言ってる。なるほど、はい、でそれを抜け出そうがエニアグラムでしたね、うん、はい、自由だよって、うん、っていうと本当にタイプがあっても健全度が高い人は全タイプに見えるって、うん、はい、いうところですね、うん、では18色のだいたいこんな人っていうのを、すいません、読ませさせていただきます、はい、赤の人は挑戦する人、パワフルだから輝くとありますね、うん、赤の人はズバリ挑戦していないと死んじゃう人、負けず嫌いでパワーにあふれどこにいても個性が際立つ人です、うん、情に熱い面がありとりわけ〇〇さんって姉御肌ですよねって言われて周囲から慕われているのはまさにこのタイプの人でしょうと。仕事でも何をやるにしても全力投球でやるからには1位っていうポジションを目指しますと。好き嫌いや美意識がはっきりしていてその基準がぶれない、うん、だから手を抜きながらのんびりペースで仕事を進めているとなんでそんなにやる気がないのってイライラしがち、うんうん、言葉をオブラートに包んで周りくどく言うことにあまり価値を置いてないため、うん、攻撃的だと思われそう。 E で T の人、うん、もしくはエニアグラムで言うとタイプ8みたいな感じですかね、うん、E で T かどうか分かんないですけどね、E で J じゃないですかね。 あなるほど、そういうのとてもありがたいです、はい、それでいいよっていう妥協したセリフは嫌い、それがいいですと言い直してください、うん、っていうタイプです、うん、日常は志を同じくするような友達やパートナーに囲まれているのが心地いい、うん、休日は気の置けない友人と戦友とも言います、うん、きらびやかな場所で食事をしたり、うん、ブラックな愚痴を明け透けに言い合ったりするのがエネルギーの補填になる、うん、セックス&ザシティですね、うん、はい、F じゃないですかね。なるほど。またはブランド物のバッグを買うとか、うん、そういうことをしたりする。反面、あ、この人は守ってあげなきゃっていうセンサーが働くとブレーキが壊れてしまうこともあると。ダメンズやどうしようもない人を放っておけない一面からおせっかいする傾向がありますよって、うん、全力投球でおっちょこちょい、うん、支えたり支えられたりで生きていますっていう、うんうん、では次、ピンク、可愛い人、愛情深く守り抜く強さとありますね。ピンクを持つ人は可愛らしい人、一度自分が愛したものをとことんお世話したり愛着を持って見守り続けたりしますと、うん、信用を大事にするので全ての物事に対して一生懸命やろうとしてしまい、やりすぎて疲れてしまうことはよくあると。人間関係でもこの人に尽くしたいと思える人が隣にいるかどうかが鍵になる、うん、人をしのけて自分が一番っていう野心とは程遠く、うん、むしろ自分が惚れ込んだ人を支え、その人に喜んでもらえることが最大のモチベーションになりますと。
自分からあれがしたいこれがしたいっていう率先して何かを始めたいタイプではないが、誰々さんは何がしたいのって聞かれるとどうしていいのか戸惑ってしまう、うん、仲のいい人のペースに合わせるのが得意で、相手の楽しいことを自分も楽しむっていう関係に居心地の良さを見出す、うん、人と共にいるのが好きで、みんながいるから頑張る、単独行動が苦手で孤独には耐えられないと。だから他のカラーの人が寂しくなんかないんだからねって意地を張ってしまうような場面でも、うん、寂しいから構ってで、うん、SOS をちゃんと出すことができるので、うんうん、甘え上手とも言えます、うんうん、休日もみんなで遊園地に出かけたり、話題のカフェでおしゃべりに興じたりっていうのをして、うん、SNS にアップすることも忘れません、うんうん、基本的に相手思いの世話好きなんだが、特に恋愛面では好きが高じて顔色を伺ってしまったり、あなたのことが大事だからって束縛気味になってしまうこともあると、うん、みんなと全てを共有するだけではなく、土日のどちらかは一人でいようっていうちゃんとバランスを取れる自分も持っています、うんうん、ピンクの人がハッピーになれるのは、自分の長い間愛着を感じているものに囲まれること、子供の頃から一緒にいたぬいぐるみや愛用していた道具などおなじみアイテムを身の回りに置いていくと自分がパワーアップできる、うん、また毎日違った人と出会えるような刺激的な環境に身を置くより、一日の終わりに帰ることができる普遍の場所をしっかり持っておくのが良いでしょうと。なのでこれはやっぱり、色って言いながらその色がじゃなくて、うん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 、この色ごとに運の受け取り方があるよっていう、うん、この人はこういう感じの人だからこういう風にするといいっていう話です、うん、なんか僕はなんかふわっとしてんなと思ったけど、うん、結構なんか色に根拠はないのかもしれないんですけど、うんうんうん、それがまあその研究であるのかもしれないし、わかんないですけどね。なんで僕がなんか赤が好きっていうのは、うん、なんかさっきの赤の部分を入れたいから、うん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 、赤が好きってやってそうです。あ、それもあるかもしれないですね、はい、うん、ではオレンジ、うん、ネアカな人とありますね。ネアカですもんね。はい、わかんないです、ね、どっちかっていうと、うん、あの表が明るいんじゃなくて、うんうん、ネアカな人オレンジ、どうせやるなら楽しく、うん、が信条、一旦興味を持つと即行動、うん、好奇心に任せて行動に移さずにはいられません、うん、周りから見るとあまり裏表がなくてキラキラ輝いている、うん、やると決まったら結果を出してしまう人なのですと。もちろんオレンジの人が全く悩まないっていうわけではないが、うん、どちらかというとそりゃ悩みもあるかもしれないけど、うん、でもうじうじと考えるより、うん、やっぱりやってみた方がいいよね、うん、とぶっつけ本番な心意気が強く出る人ですと、うん、一瞬で思い立って海外旅行に出かけたり、うん、ちょっと会わない間にいきなり引っ越したり、うん、新しいことを始めたりしますと。オレンジの人にとって変化のない日々は考えられないと。仕事でもある製品が成功を収めたとしてまた同じやり方で同じような成功を狙うのではなく、うん、全く違うアプローチで違うヒット商品ができないだろうか、うん、って考えてしまうタイプですと。オレンジの人の成長したい、誰もが思いつかないようなもっと斬新なことをしたいっていう前向きなマインドセットを評価してくれる組織や人に囲まれると、うん、この人たちはますます輝くことができるでしょうと、まあ、本当に運の開き方ですね、うんうん、オレンジタイプの、うん、コミュニケーション能力に長け、話題も豊富、経験こそが人生の肥やしになると考える人なので話題のネタが豊富ですと。いつも自信にあふれているんですが、その分自分はそこが浅いのではないだろうかっていうコンプレックスも持っていますと、うん、本来のフットワークの軽さが反転してしまうんですねと、うん、逆にオレンジの人をパワーダウンさせるのはみんなもこうしてるんだからあなたもっていう言葉ですと、うんうん、人と横並びで強制されること、うん、前例主義、変化のない環境が大の苦手だと、うん、そういう窮屈な場所にいる時は、さっさと逃げちゃいましょうと、うん、向上心に乏しい人たちによってなんだか周りにパワーを抑え込まれているっ
っていう感覚は、うん、この人たちは体力が奪われると、うん、数年単位で衣食住や、労働環境のシチュエーションを変えたいっていう願望が強い、うんうん、ミーハーではないけど変化する街や変化する人のとこに住んでたい、うんうん、いつまでも少年少女のように目も輝かせて生きていたいって感じてますと、うんうん、やっぱりサブで持ってますよ。はい、サブで持ってる感じはします、うん、まあ、エニアグラムでもなんかあの、うん、トライタイプってあるじゃないですか、うんうんうんはい、16タイプでも、うん、トライタイプがあるって動画を作りましょうか。あ、まあいいかもしれないです16タイプなら16タイプトライタイプがあるんですよって、はい、うん、では私のマイカラーですね。黄色、黄色はユニークな人、うん、直感で動け、うん、あと楽したいってありますね、うん、黄色の人は直感で動いていくムードメーカーですと。興味のない話は聞いてない。一方で自分がこれと思ったことは分かりやすく感情に表し前のめりで行動する人ですと。あ、これ面白そう、この人と一緒にいたら楽しくなりそうという気持ちを何よりも大切にしますと。楽しそうに生きているものの意外と人を見る目はシビア。根底に楽をしていきたいっていう信念があるため人生修行として苦労をすることもありますが、面倒くさいと感じるものに時間をとにかく使いたくありませんと。行動を抑えつけてくる人や長時間おとなしくしておかなければいけない会議などは苦手ですと。恋愛でも一目惚れが大いにあり得るタイプ。ピンときたらそこで運命を感じてしまいますと。根っから自分に正直に生きているように周りから思われるかもしれませんが、実は黄色の人は内面にとても繊細なハートを抱えていますよと、うん、感情がコロコロ変化するゆえのちょっとした危うさみたいなものを持ってますと。メンヘラ気質ですねですから他の人の繊細さに対してもとても優しく理解を示すことができますと、うん、この相手の弱い部分への理解は武器にもなる反面、うん、恋愛なのではネックになることもあります、うん、この人表面的には明るくても実は影を背負っているんじゃないかって考え出すと関係に踏み込みすぎてしまう傾向があると。一旦共感スイッチが入ると私嫌われちゃったかなとか嫌なこと言っちゃったかなって心が心配が暴走し始めますと。黄色の人が人間関係で不安の渦に飲み込まれそうになった時はあえて仕事や勉強習い事になど打ち込んでみることが大切。その時結果が出るまでちょっと歯を食いしばってみる。そうして自分の不安を上手にマネジメントできた時に周りからもますます可愛がられ評価が高まります、うん、禅の修行でいう掃除をしろですよね、うん、頭を空っぽにしろって考えすぎるなっていう話ですね、うん、キャラを作って頑張る日が続いた後はカバンを一つを持って一人旅に出かけたいって衝動に駆られますと。明るい力を放ちすぎると急に暗い世界にこもりたくなる、うん、誰にも会いたくなくなったらぜひこもりましょう、うん、心当たりがある。もうありすぎでした、はいはい、では、ベージュの人、こだわりの人とありますね。丁寧な暮らしを尊ぶというものかな。こだわりが強くセンスのいいものに惹かれるベージュの人、休日は近所にあるお気に入りのカフェでのんびりくつろぐのが定番です。理由はコーヒーやインテリアにも店主のセンスの良さが現れた居心地のいい上質なお店。衣食住にまつわることに誰よりも関心が高く、趣味のいい食器やカトラリーにこだわったり家庭菜園に趣味を示す人が多いのもベージュの特徴ですと。早いものよりスローなもの、量産品よりこだわりの一品、にぎやかに過ごすより落ち着いた静かな空間を好みますと。その暮らしはまさにカフェライフの実践。こだわりの産地から取り寄せた食材を使って料理を作り、居心地のいい部屋を整えるべく海外のインテリアショップを調べたりするのが大好き。洋服だってちょっとお金をかけてもいいから自分の気に入ったデザイナーさんの一点物を長く大事に身につけていたいタイプですと。仕事でもそのこだわりと
職人的な専門知識を生かして活躍する人が多いでしょうと。普段からそれほどおしゃべりが好きで賑やかな人ではありませんが、趣味思考を同じくする人たちとは話が盛り上がることができる。健康の話や社会問題にも関心が高く、人にフレンドリーなデザインとは何か、環境に負荷のかからない暮らしとはどういうものかということについて一家言持ち合わせる人が多いのですと。食べるもの、着るもの、住む場所など自分にとって心地よいものを追求、流通、設計、生産全般に関心を持ち、友人からは自分でお店を持ったらってよく言われますと。お金を払えば何でも手に入るっていう都市型の生活に疑問を抱き、自給自足の生活を取り入れた生活を目指したり、引退後は場所を変えてあの地方に住もうっていう野心を持っています。自分が好きなお店や足しげく通っている場所で出会った人など同じ世界を共有し、ベージュの人が大切にしているものをそっと抱きしめてくれる相手とは深く関わっていくことができるでしょうと。ブログやフェイスブックのような SNS で長文を書いたり、仲間の考察を読んだりするのが好き。意外と人間関係は広く、各分野のマニアックな人たちとつながっていますと。では次、緑。おおらかな人とあります。穏やかで人として大きいとありますね。緑の色をまとまっている人はズバリいると安心する人ですと。緊張感を外に出す人ではないので、安心されすぎて店員さんに注文を無視されることなどもよくあると。緑の人が大切にしていることは、みんなが幸せでいるかどうか、苦しんだり悲しんだりしている人がいないかどうか、大勢の人が集まる会やパーティーなどでは率先して縁の下の力持ちを引き受けると。どちらかというと、外の店で集まるより見知った顔同士で家に集まって、まあ、鉄板焼きとか餃子とか焼いて、気張らず庶民的な雰囲気がそういう大好きだと。みんなが楽しめるような配慮を隅々まで行き渡らせ、バッチリ空間を整える。コミュニケーションのスタイルはどちらかというと聞き役、人を押しのけるような人では全くないため、みんなの精神的支柱になることができるよと。一方、あまり自己主張する機会がないと、〇〇さんって何を考えているかわからないとかあるよねとか、もっと意見はないのって言われてしまうこともあるよと。そんな時は、自分は〇〇に行ってみたい、〇〇に興味はありますっていう一言だけでも相手に伝えると、緑の人の気持ちが分かってもらいやすくなりますよと。なんか言いましょうねってことですね。自分の利益を考えて要領よく立ち回る人ではないため、そんな役割を引き受けたり、もしかしたら人よりもちょっと苦労が多い人生を送っているのかもしれませんねと。それでも人を利用したり、自分の行動によって他人を蹴落としたり傷つけたりするのは、何よりもこの緑の人を悲しませることでしょうと、うん、もし人間関係の負のパワーを吸い取って気持ちが落ち込んだ時は自然に触れましょうと。好きなのはキャンプや山登り、一人でも気の置けない仲間とでも、大事なポイントは日常とは距離を取って、まあ、そういうとこに行きましょうってことですかね、うん、若い頃緑の人は優しさが裏目に出ることもあるかもしれませんが、そのあなたの優しさは年を取るにつれ、その優しさの進化が周囲の人に認められていくでしょうと。それまではどうか自分なんて地味だしねって思わずに、その穏やかさを大切に温めておきましょうと。とにかく他人からの頼み事を断れませんと。まず口にされてもいない他人からの要望を汲み取りすぎて疲れてしまわないでくださいねと、うんうん、この辺がね、うん、椎茸さんなんですよ、はい、もう優しい感じ、もう真骨頂なんかね、読んでるとね、はい、うん、あ、もう分かってくれてるって、うんうんうん、頑張る僕って、うんうん、で僕今自分が椎茸さんになった気持ちでいるので、うん、泣きそうなんですよ、うん、泣きそうであると同時に、うん、今見てる人は、うん、これを聞きながら、うんうん、緑の人は特にね、泣いてるんだろうなって思うと、うん、うっとりするんですよ、うん、すいません、黄色の人です